私たちが泊まった港町の宿ヤシオは、内毛の料理ヤシオと同じオーナーです。この古民家の宿は一棟貸しで、多くで借りればお得です。それぞれは開業して、内毛の料理ヤシオが4年目、このお宿は1年目です。内毛の料理ヤシオから徒歩で2、3分の場所にあります。料理の材料を持ち込んで自炊も可能です。大勢の家族で来て海水浴場を楽しむ。そんなプランもいいかもわかりません。広い古民家の宿、二人で贅沢に別々に使いました。おかげさまで朝までゆっくりと熟睡できました。この地図の橋の上から全体をぐるり全体を撮っています。この漁協組合の競りをする場所で、豊岡演劇祭2022のパフォーマンスの一つが行われていました。ここでのパフォーマンスは、競り市というオープンな場所でもあり、無料で開放されていました。このパフォーマンス、皆様に動画でお届けすることができないのが非常に残念です。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。